それでは表題の論文について自然言語処理研究室の勝田が発表します、はい。今回は、教師なしでの単語の分散表現のマッピングを行うような研究で、で先行研究では、敵対的な学習で、教師なしでその行うような研究もあって、それがいい精度を出しているというようなふうに報告されているんですけど、それの評価が結構自分に都合のいいものをやって、出しているだけなんじゃないかみたいなことを言って、より堅牢な、ロバストなモデルを作るということを、行っています。で、その自己学習自己訓練を繰り返して行うようなアプローチを提案しています。で、今回のクロスリンガルエンベディングマッピングを、行うんですけど、その、単一言語間でそれぞれ分散表現学習したものを最終的に線形変換で、共有の空間にマッピングするようなタスクです。で、それに先行研究とかでは辞書を使うものがほとんどで、最近は敵対的に学習させて、教師なしでやるということを行ったりしています。で、今回使うのは、イテレティブセルフラーニングっていうものが、ベースになっていて、それは最初は小さい事象だけで、その最終的に高品質なマッピングを作るっていうような学習になるんですけど、それに対してさらにその初期の辞書も、教師なしで作るっていうようなことを行います、はい。なんで、今回の提案手法としては、最終的にはそのマッピングするため その、W を学習するんですけど、それに対して、自動、分散表現、細かい前処理とかをしたり、そこから初期解を自動で生成して、それをセルフラーニングで、マッピングした後にまた辞書作ってそれをっていうのを、繰り返すようなことを行います。はい。で、前処理に関しては普通に正規化を行うようなことになるんですけど、最初にベクトルの長さを正規化して、で、漢字間違えてますね。各次元のその中央値っていうのを、中心に揃える、原点で揃えるように、ずらすようなことを行って、で最終的にそれからまた長さを正規化するようなことをします。それで一応内積を取ると、それがそのクロス類、コサイン類似度の計算になるっていうことで、ゆっくりと距離を計算するだけで良くなるっていうことにということです。で、次に最初に辞書を作ることに辞書を作るんですけど、その辞書を作る過程で、その単語類似度の足そのある単語に対するその周辺の単語の類似度の分布っていうのを調べて、その分布が近ければおそらく似たような意味になるだろうというような考えに基づいています。なんで例で言うと、これが英語の2とイタリア語のその2に対応するような単語っていうのが近くなるはずだみたいな、そういう考え方です。で、その辞書をもとに、その辞書を最大化するように、直行、マッピングを計算するして、その W の重みを、決定します。で、そこからその後に、最近棒で、最もそのある単語に対して近いものっていうのをまたその正解データとして、追加してまた更新していくというのが、セルフラーニングの、流れです。で、今回の筆者らは、これだけだとちょっと学習が不安定だからだということで、次の4つのことに工夫も学習に追加して行っていて、まず最初に、確率的に辞書を誘導するみたいなことをして、ある確率 P で、ある単語とある単語の対応を、01での行列で表すんですけど、それに対して確率、スタートが 0.1 だけを残して他をまた0でマスクするような、そういうことをして、部分的に学習をさせるというようなことをしています。
で、まあ、ある程度学習がしても変更ができなくなったら、まあ、P を増やしていくというようなことを行います。であとは、まあ頻度で、まあ、高頻度のものだけに、限定して、まあ計算を行うといったことや、その純粋に全体、複数の単語同士が近くなる、全体的に単語が近いようなものっていうのを、まあ、排除したいということで、その周辺単語の類似度を、まあ、計算してそれを引くことで、まあ、その補正をかけるというようなことをして、まあ、一番下は純粋に、まあ、その片方から片方へのマッピングだけを、まあ、学習しないように、まあ、双方向でちゃんと学習するさせるというような、まあ、そういうことでを行います。はい。でそれぞれ、まあ、最終的にその重みを、まあ、学習するんですけど、そこでその今回の重みを学習させるっていうのが、まあ、いわゆる、特異値分解みたいな、そういう考え方として捉えられるということで、まあ、USV があったときに最終的に、まあ、この下の式になるんで、まあ、再荷重を、まあ、行うことで、まあ、ちょっと補正をかけるというようなことを行っていますっていうのが、まあ、その学習の流れです。で次に実際に実験で、まあ、その対訳の自処抽出の精度を、まあ評価します。でそれぞれの、データセットに対して、まあ、その以下のような分散表現を学習させて行います。で結果としては、まあ、以下のように10回それぞれ実験、それぞれのモデルで実験を行って、それについての一番良かった精度と、まあ、平均と、そもそもそれ学習がちゃんとできているかっていう回数と、あと平均の時間を表示していて、まあ、今回の提案モデルっていうのが全体的に優れた数値を出しているっていうのが、とさらに、まあ、どの言語においても安定していて、かつ時間も短いっていうようなことが述べられています。で、これが、まあ、全体のスーパーバイドとかとの比較にもあるんですけど、アンスーパーバイド、スーパーバイドの、まあ、タスクモデルにおいて比較しても、まあ、全体的に自分たちの今回の提案手法というのが優れていると。でただ、まあ一つだけ、まあ、僅差で、まあ、負けているようなところもあるんですけど、それでも、まあ、自分たちが唯一そのこの言語において、まあ、アンスーパーバイザーでできてでき、で、学習が可能なモデルだというふうに述べられています。で、まあ、最後にまあ、それぞれの、まあ、工夫した点っていうのが、まあ、有効であるかみたいなことを、まあ、見ているんですけど、まあ、今回の場合、まあ、この、まあ、それぞれの、まあ、もので、まあ、なくなると極端にこの言語の、まあ、学習ができなくなるようなものが増えたり、まあ、カットオフっていうのはやっぱり、学習時間に大きく影響するみたいな、まあ、そういうことが分かります。はい。で、はい、以上で、最終的なんでまとめです。で今回セルフラーニングと、まあ、その初期値に、まあ、マッピング、まあ、教師なしのマッピングっていうのを、まあ、組み合わせて、まあ、完全な教師なしでのクロスリーガルマッピング数を、まあの手法を提案しています。で今回は、まあ、特にハイパーパラメーターとかそういうのに強く依存するようなモデルではないというような感じに、まあ、先行研究との比較で述べていたり、まあ、教師なしで、まあ、以前の研究とも、まあ、比べて、まあ、採用の結果を示したということです。で、まあ、将来的にはバイリンガルから、まあ、マルチにできるように拡張するということや、まあ、長いフレーズでも、まあ、考慮したいというようなことを述べています。以上で発表を終わります。